ワルツワルツは、社交ダンスやフォークダンスで踊られる踊りのこと。競技ダンス界では、スローワルツのことを、ワルツと呼ぶ。日本では、こちらの方が主流だが、世界一般的には、アップテンポなウィンナーワルツ等の方を、ワルツと呼ぶ方が多い。スローワルツは、ゆっくりとした3、4拍子で一拍目に、アクセントがある音楽で踊る。正式なワルツは、 男女が向かい合いクローズドポジションで踊る。ロード方向に向かって進むダンスである。西オーストリア、南ドイツ紀元で13世紀頃から今日のチロル州とバイエルン州の農民が踊っていたベラーというダンスから成立した。ベラーはゲルマン文化発の男女が体を接して共に回るダンスであったが、汚らわしいという理由からハプスブルク帝国時代、 長年にわたって法律的に禁止されていた。しかし監視の目が届かないアルプスの渓谷の奥では厳しい生活の中、ベラーは農民の数少ない娯楽であった。このベラーが16世紀に入ってからインスブルックなどの都市に住む住民にも伝わり、渓谷に住む農民のみではなく、拡張村の住民も踊るようになる。しかし、都市の住民は当時農民が踊っていたような、 激しい動きはこのまず優雅さを好んだことから、ベラーをだんだんと上品化していき、バラー、そしてワルツに発展していく。あまりの人気のため、ハプスブルク帝国は法律の改正を余儀なくされ、当初はチロル州でのみ、最終的にはオーストリア、そしてハプスブルク帝国全体で解禁される。18世紀にはインスブルックやウィーンのホーフブルク王宮でも踊られるようになり、 正式に、ハプスブルク宮廷文化に取り入れられるようになる。この段階で、ベラーから別の発展を成し遂げて、有名になったのがレントラーである。また今日も、チロルの夕べなどで踊られている、チロリアンダンスでもベラーのステップが、歴史の面影として見られる。国際的な場に初めてワルツが登場したのは1814年、会議は踊る、されど進まずで有名なウィーン会議でのことで、 これを機にウィンナーワルツとして世界中に広まった。現代では三拍子の楽曲なども含む場合があるについてワルツ曲や歌謡曲ならばワルツ歌謡と称したりワリッツの名前を付けることもある。インターナショナルスタイルの競技ダンスではスタンダードに分類されて一種目に踊ることが多い。ありがとうございます。